たとえ何があっても俺は誰にも縛られない。これまでも、そしてこれからも。生意気な口を叩きよ、お前たち後ろへ下がれ。これで邪魔者はいない。さあ、白蛇を、お前と俺は戦う運命にあるのだ。今度お前の本当の力を見せてみろ。暗黒邪神、毒蛇王、行くぞ白蛇王。俺の本当の力を見せてやる。聖竜宝神白蛇王、さあ来い。これで終わりだ。毒蛇、白蛇、流線攻撃。随分と強くなったな、白蛇。だが、まだまだだ。お前との決着、預けて、次に会う時は、もっと楽しませてくれ。待て毒蛇王、もっと強くなれ。待っているぞ白蛇王。おのれ毒蛇王、いつも邪魔ばかりしよって。ああいい、白蛇王はもう戦えない。お前たち、お一気にとどめを刺してやれ。あなたのために祈りましょう。フレイングマンティス、これでとどめだ。マグマエクスプロージョン。無駄まだな白蛇王、最後はこの私がバロンブリザードで氷漬けにしてやろう。水戸朝食麦で朝食。説明しよう。バロンブリザードとはつまらない親父ギャグをキーワードにマイナス196度 C の冷気を一気に放出する技である。せっかく温まった会場の空気をも一瞬にして凍りつかせる迷惑この上ない技なのである。うわ、今だ、捕まえろ。白蛇王に勝利する記念すべき日となるのだ。お前たちには何度やっても所詮は無駄なことなのだ。みんなありがとう。みんなが応援してくれる限り俺は絶対に負けない。おのれ白蛇王、お前たち今度こそとどめを刺してやれ。白蛇王、神に召されるがいい。白蛇王、マグマの熱さで焼き尽くしてくれるわ。みんなの夢と希望は俺が守る。さあ来い。you
撃だ。いつか必ずこの手で貴様を。ところはここまで。覚えてなさい白蛇を。白蛇を、今日のところは我々の負けだ。しかし人間に心の闇がある限り我々は必ず来る。それまで束の間の平和を楽しむがよい。それではアディオス白蛇を、そして会場の皆さん。皆さんありがとうございました。皆さんの声援のおかげでこの会場の平和は守られました。これからも皆さんの声援がある限り岩国の夢と希望は俺が守ります。ありがとうございました。皆さん応援どうもありがとうございました。ものすごい声援でした。白蛇かっこよかったですね。皆さんの声援のおかげで白蛇もパワーアップして岩国の平和は守られました。そしてこの祭りの平和も守られました。皆さんどうもありがとうございました。白蛇はこれからもどんどん強い敵と戦っていきますが、皆さんの声援がある限り絶対に負けることはありません。これからも白蛇の応援よろしくお願いいたします。さてこの後は白蛇と一緒に写真撮影会があります。こちら皆さんステージ向かって右手にスタッフの人が撮影会というパネルを持って立っています。白蛇と一緒に写真が撮りたいという方はこちらの方に集合してください。そしてその隣では白蛇のグッズも販売しています。白蛇グッズはストラップ、ピンバッジ、ポスターなどありますので、こちらはショーでしか販売しておりません。どうぞこの機会に見てみて帰ってください。そして白蛇は10月23日土曜日からアイキャンでセカンドシーズンドラマの方がまたスタートいたします。10月23日土曜日からケーブルテレビアイキャンさんの方で白蛇のドラマがまたスタートいたしますので、皆さんぜひぜひ見てください。お願いいたします。それでは準備がありますのでしばらくお待ちください。あれが水平の方が、じゃあ、あれじゃないか。